はい、こんにちは、ハッチーノです。今回はですね、不動産投資ローン借り換えサービスのモゲチェックというね、サービス、こちらをですね、利用してみようかなと思って動画を撮っています。私ですね、不動産、投資やってるんですけれども、やっぱりですね、ローンを組んでね、で、住んでいただいている方からの家賃の中からそのローンを返済しながら、ね、で、ローンを返済して、あとはいろいろなね、費用を、引いて、で、余った分が、私のね、収入になるということで、大体ね、不動産投資やる方はローンを組んでやるんですけれども、やっぱりですね、ローンを組むということで、ね、結構、大きい金額、5000万とか1億とか2億3億とか、そういったお金を借りて、で、年、だいたい3%とか、安い人だとね、2. 点何パーセントとか、そういう金額で、借りて、不動産投資をしますと。ただですね、やっぱりね、金額が大きいので、ね、年3%とかね、そういう数字でもかなりのね、利子だけで、結構な額を払わなければいけないので、このね、利回りじゃないな、金利ですね。金利をいかに下げれるかっていうのが結構やっぱりね、不動産投資の中でも重要なファクターを占めているので、ぜひですね、今回、ちょうどですね、契約期間の見直しが、今年行われるので、で、もちろんですね、銀行とかにね、詳しい方はご自身で自分でやればいいんですけれども、やっぱり私のようにね、サラリーマンとかでなかなか時間が取れないとか、銀行の攻略方法をやっぱりね、なかなか知らないという方にとっては、こういったね、サービスを利用するのがね、結構近道なんじゃないかと。で、当然ですね、手数料は自分でやるよりは手数料取られる分だけね、利益は減るんですけども、ただですね、それ以上のメリットもね、人によっては見出せるかもしれないということで、私もですね、やっぱり時間と、あとは知識ですね、知識とか、そういったところ、ノウハウとかを考えた場合、こういうサービスを使った方がね、時間的にも金銭的にも安くつくのかなと思って、ちょっとね、今回試してみたいと思います。じゃあね、早速、やっていきたいと思いますけれども、ね、無料ウェブ診断はこちらというところから、入っていきたいと思います。そうしますと、まずね、ユーザー登録をしなきゃいけないので、こちらにね、メールアドレスとパスワードを、入力して送信というところまで、やってみたいと思います。じゃあね、メールアドレスとパスワードを入力しましたので、送信すると。そうしましたら、メール宛てに認証コードが届いているようなので、チェックしてみましょう。こんな感じでね、モゲチェック不動産投資からメールが来てまして、認証コードですね、こちらが来てますので、こちらを、コピーして、先ほどね、認証コードを貼り付けたいと思います。で、認証すると。そうしましたらね、お客様情報を登録していきますということで、じゃあ一つずつね、やっていきますか。投資のご経験ありますと。不動産、株式、その他、クラウドファンディング、そうですね。投資をする際の目的、老後の年金対策、節税、いろいろありますね。生命保険、リスク分散、家賃収入、結構多数、これは、でもどれか一つでいいのか。家賃収入にしておきますか。興味のある不動産投資ということで、私は一等ですね。で、職業は会社員と。で、お勤め先は任意なので、勤続年数、全然ね、私はもう20年以上ですね。年収、ちょっとね、ここは後で書くとして、不動産投資に使える自己資金ということで、この間ね、買ってしまったばかりなので、そんなにないんですけれども、500万円くらいはあるかな。ありますかね。かき集めればなんとかなりそうな気がします。借り入れの金額、不動産投資ローン、どれくらいですかね。多分1億以上ありますね、僕。私自身はそんなことはないか。5000万かな。そうですね。5000万だと思います。ね、
法人合わせると結構な額になるんですけれども、個人では5000万未満ですかね。借り入れの金額、はい、5000万円未満かな。はい、不動産投資以外、住宅ローン、カード等含めてということですね。はい。で、まあ、年収を記入して送信と、はい、押しますと。年収はこれ何、副業も合わせてなんですかね、不動産投資も合わせてなんですかね。はい。であれば、もうね、1000万は超えているので、まあ、1000万としましょうか。はい。で、最後の入力ステップですということで、はい、名前と、生年月日、サービスを知ったきっかけは、これ何でしたかな？あ、Google 検索かな？そうですね、Google 広告にしておきましょうか。このを利用しようと思っているコンテンツは何ですか？バウチャー発行サービス、借り入れ可能額証明書、借り換えサービス、借り換えサービスですね。はい。はい、じゃあね、名前と生年月日と電話番号を入れたら、はい、送信と押しましょう。はい、送信と押しますとね、会員登録完了ということで、マイページ、ね、マイページの方にじゃあ進みますか。はい、ということでね、マイページの方はこんな感じになっています。バウチャー、借り換え、売却、物件管理ということで、ご利用中のサービスの状況を入力いただいた内容をもとに判定したサービスのおすすめ度を見ることができますと。ね、おすすめ度ということで、今回はね、私は借り換えを、はい、申し込もうと思って、まあ、もともと登録したので、はい、ね、借り換えをしていきたいと思います。はい、じゃあね、審査情報登録ということで、基本情報を入力していくんですけれども、電話番号、自宅住所、あとはね、賃貸なのか持ち家なのかとか、賃貸の場合は、まあ、家賃とか、あとは勤務先情報ですね。まあ、審査を通すということでね、多分銀行に、まあ、提出するような資料ですね。なので、しっかりね、正直ベースで書かないと、ね、せっかく、ね、いい条件で得られても審査通らないということにもなりかねますので、はい、しっかりね、入力していきたいと思います。はい、でね、入力が完了しましたら送信と。はい、基本情報と、あとはね、物件の情報ということで、まあ、基本情報は、家族とか、あとは勤めている会社のね、情報ですね。会社名とか従業員の数とか、あとは年収とか、ね、あと今住んでいるところが賃貸なのか持ち家なのかといった情報を入力していくのと、あとはね、不動産ローンに関する情報ですね。どこの物件の不動産ですかとか、どこの銀行でいくら借りて、いつから借りて、いつまで返さなきゃいけないとか、毎月いくらの返済があると、で、今どれくらいの返済が済んでるのかといった情報を記入していきましたと。はい。で、結構ですね、手元に資料があれば、まあ、5分から10分ね。で、私の場合はね、入力しながら、あの資料どこだっけって探しながらやっていくと、まあ、20分くらいかかるのかな。意外と時間かかるので、はい、ちょっとね、その辺は覚悟して、はい、入力していってください。はい、でね、物件の情報が入力して、私はね、物件1件しかないので、他の物件は必要ないので、はい、追加というところはないんですけれども、そこまで終わったら、あとはね、このお借り入れ情報、他にお借り入れがあれば、ここに記入して、なければね、そのまま下に進んでください。で、一応ね、サービスのご利用にあたり、下記をご確認くださいということなので、この辺もね、さらっとでもいいので、まずはね、目を通してください。はい、結構ね、不利な情報を書いてあったりする場合もあるので、ちゃんとね、大丈夫かなっていうところは、しっかり書いて、あるかどうかね、確認してください。まあね、結構ね、いろんな銀行さんがバックについてるので、そんな、変なね、不利な条件は書いてないとは思うんですけども、やっぱりね、目を通しておかないと怖いので、はい、ね、サラサラサラっと見ていただいて、まあ、時間があればね、詳しく見ていただくのが一番いいんですけれども、はい、ね、はい、こういう感じで、はい、で、住宅ローンのサービス契約とかもね、意外とこう、小さく書いてあるとね、ほらこういうところですね。はい。キャンセルする場合にはね、これくらいの金額がかかりますよとか、まあ、こういったこともあるので、はい。そうですね。まあ、本申し込みの前であれば多分大丈夫だと思うんですけど、本申し込みした後とかは、ね、そういったキャンセル料とかも発生することも、はい、
可能性があるのでしっかりね見ていきましょう。はい、で問題なければね上記事項を確認しましたということで、はい、送信しますと。はい、送信してよろしいですか。はい、送信と。はい、これね借り換えウェブ診断のお申し込みありがとうございます。診断お申し込みを受け付けしました。ご入力いただいた情報をもとに借り換え提案書を作成いたしました。もう作成したんだ。入力内容確認後弊社からメッセージにてご連絡いたします。じゃあね提案書を見てみましょうか。はい、でこちらがね出てきた提案書になります。まあ、これはねまずコンピューターが自動的に計算したものなので実際にはね、まあ、多少前後はすると思うんですけども、まあ、目安としてこんな数字になりますということですね。まず金利の方なんですけども今ね 2.7% で借り入れしているものが 1.5 まで減らせる可能性がありますよと。はい、で返済期間はまあこれ変わらずですね。で自己資金は10万円で済みますよということです。で借り換えのメリットとしては、まあ、351万円、これは、残りのね私の場合は25年ローンなので25年間の中で351万円、浮きますよと、ね、安く仕上がりますよと。で毎月の削減額が 1.6 万円、ね、そうすると、まあ、収支が、ね、1.6 万円改善しますよと。多分今ローンを支払って手残りが 15.9 万円に対して 17.5 万円に改善しますよということですね。でここにも書いてありますね、こちらの提案書は当社システムで自動作成されており審査結果次第で内容が変更となりますと、ね、いうことで、まあ、詳細は多分後から来ると思うんですけどもね、もうちょっとこの辺の数字が変わるのかもしれないです。はい、で一応ね詳細も出ていますね、現在の銀行から、まあ、こういう条件ですよと。でこれに対して今回ね借り換えをした場合はまずですね、残高がちょっと増えますと、ね、手数料とかを、まあ、含んで、積み増ししている関係上、まあね、総額は増えますと。だから現金でね例えば手数料含めて150万円くらい自腹で出せるんであれば変わらずっていうこともできるんですけれども、確かね先ほどもね、持ち出しが10万円って出ていたと思うんですけど10万円に抑えるために、まあ、ちょっとね増やすっていう感じですかね。で金利はまあ 1.5% まで減りますと。で金利のタイプは今ね固定金利なんですけども変動金利になりますということでね、ここでちょっとねリスクが発生しますとね。で返済方法は管理均等返済と、まあここは今も変わらないですね。はい、そうですね。はい、そうすると、まあ、返済金額がちょっと減りますということで、まあ、トータルで言うと350万くらいは、はい、浮きますよと。はい、で借入金のない内訳がねこちら出ていますね。はい、で借入金の内訳ですけれども借り換え前の残高、ね、4300万というところに対して、まあ、諸費用で150万くらいかかりますと。で合計すると4500万円くらいと。なので、ね、今よりも150万円ちょっとね余計に増えますと。ただトータルで見ると、ね、3350万円くらい安くなりますよということですね。だから自己資金を抑えているためにここね4500万になってますけれども自己資金でね150万くらい出せるんであればね借入金額変わらずにということもできると思いますけど、まあこの辺はねこの内容にするのがいいんじゃないかと思います。はい、でここにね諸費用の内訳が書いてあります。結構ね司法書士費用安いなと思いました。結構ね結構ここ高いんですけどもね10万で済むんだということで、はい、そうですね、まあ、事務手数料もちょっと高いかなとは思いますけど、まあ、この辺はね、本当に銀行のいいねなのでしょうがないかなと。はい。あとはね、モゲチェックの仲介手数料。これがね、これですね、借り換えメリット額の 11% もしくは下限33万円ということなので、今回はね、ちょっと多めですね。350万なので、これの 11% ということで、まあ、37万と。ね。いうことだと思います。まあこれくらいの手数料でね、めんどくさいことをやってくれるんであれば、はい、頼んでもいいかなとね。銀行との交渉とか本当に得意な方はね自分でやればこの金額が浮くということになりますので、はい、な
ただ私のようにね、やっぱりサラリーマンやりながらっていうとなかなかね、あの会社休んで銀行行ってそれでうまくいけばいいですけれどもね、うまくいかない場合にね、何社も銀行回ったりということを考えると、まあ頼んでもいいのかなと、はい、いう感じで今は考えています。はい。でこの後ですね、多分モーゲチェックさんの方から詳細な、お話が来るのかな。はい。じゃあね、この後ですけれども、多分ね、この本審査申し込みフロー確認というところをちょっと見てみましょうか。はい。本審査申し込み手続きについてということで、はい。ね。無料診断結果の確認。これが今ね、できましたね。で、お申し込みプラン選択して、まあ、審査情報を入力して、あとはね、必要書類をアップロードして、委任状の提出、金融機関本審査、関西申し出、契約及び融資実行という流れですね。はい。無料診断の結果確認。はい。そうですね。はい。で、本審査に進むプランを決定してくださいと。申し込みプラン選択。各物件の申し込みプランを選択いただきます。モゲチェックからの確認事項をご覧くださいと。はい。審査情報の入力。必要書類のアップロード。委任状の提出。モゲチェックの最終確認。結構ですね、2週間から4週間なので、はい。ね、ここは時間ゆとり持ってやった方がいいかと思います。はい。関西申し出1、2週間。はい。1ヶ月から1ヶ月半。そうですね。はい。じゃあ、はい。これに従ってね、やっていきたいと思います。はい。そして申し込みから5時間後ですね。早速メールで審査結果が届きました、ね、先ほど申し込んだのがだいたい15時くらいですかね、はい、夕方の15時くらいに申し込んで、メールの方がですね夜の8時過ぎですね、約5時間後に、審査結果が届いたということで、はい、見ていきたいと思いますけれども、はい、こちらですね、モゲチェックからのご連絡ということでメールが届きました。はい。この度は当社サービスをお申し込みいただきまして誠にありがとうございます。ご入力いただいた情報をもとに当社事前審査を実施させていただいた結果、お取り扱い不可となりました。現状より有利な条件でのお借り換えは難しいです。理由としては下記の通りとなりますと。はい。で、その理由がこちらですね。物件お取り扱い不可ということで、括弧してね、築フルと、はい、いうことです。物件の構造及び築年数の観点より、弊社よりご紹介できる先がございません。ご相談いただきましたのに、お力になれず申し訳ございません。本結果を受け、お客様との仲介契約は終了いたします。ご質問等ございましたら、ご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。と、はい、いうことでね、頑張ってね、入力したのも、水の泡と、ね、いうことで、残念ながら今回は仲介していただけないということになりました。ちょっとね、予想外でしたね。はい。どちらかというと、なんかもうちょっとね、1.5 まで下がんないけど、ここまでね、必要、ね、2% くらいまで頑張って下げましたとか、そういうのをね、なんとなく予想していたんですけれども、まさかまさかのお取り扱い不可と、はい、いうことになりました。まあ残念ですけれども、しょうがないですね。はい、ということでね、最後に今回私がモゲチェックを利用して見ての感想をまとめてみたいと思います。はい。まずですね、情報入力に結構時間がかかりますね。自分の、会社の情報とか、住居の情報、あとはその物件ですね、所有している不動産の情報とか、結構ね、こと細かく入力しなきゃいけないので、はい、手元に資料を、ね、準備した状態であれば、比較的ね、15分くらいでもいけるのかな、はい、わかんないですけども、はい、大体20分から30分くらいはかかるんじゃないでしょうかと、はい、いうことで、はい、覚悟して、入力していただけたらと思います。そして今回ね、私の場合は、まあ、築フル物件ということで、築フル物件は取扱い不可ということになりました。はい。で、この築フル物件の定義なんですけれども、ね、何年までが築フルかっていうところがね、ちょっといまいちわからないです。
まあ、参考までにですね、私の今回の物件も30年ですかね、平成元年ものなので、はい、32、3年経っているので、まあそれはもうね、明らかに築古物件ということなんですけれども、じゃあね、これがね20年だったらどうなのか、10年だったらどうなのかと、ね、いうところについてはちょっとね、今回のね、情報では分かりかねますのでね、もしその辺の物件を相談したいという方はね、まあ一度やってみてもいいのかなとね、まずご自身でやってみてね、でもし通ればね、ラッキーということで、はい、やっていただければいいんじゃないかと思います。はい、そしてですね、手数料なんですけれどもね、私は最初に結構高いなと思ったんですけれども、まあこればっかりはね、あの安いか高いかっていうのは、もう本当にその人の価値観によると思いますね。結構何でも自分でやっちゃった方がいいという人にとってはね、11% そんなに取るのかっていう人もいれば、まあね、その程度でね、時間と労力をね、お金で解決できるんであればとね、いう方にとってはまあ安いと思うかもしれませんに、当然ね、物件によってもね違うと思います。物件の価格が例えばね、うん、ね、億単位の人であれば結構ね 11% って言ってもかなりのね額になると思うので、まあ、これは本当にね、高いか安いかは、まあ、その人の価値観次第かなと。ただですね、あの先ほどもね、料金の仕組みですね、しっかりね、何々がいくらと書いてあったので、この明瞭会計という意味ではね、あの本当に何て言うんですかね、ぼったくられるという言葉が適切かわからないですけれども、まあね、パックにもね、いろんな大手な銀行とかがついてますので、うん、かなりあのまともな会社だと思いますので、この辺は結構あのね、どうしてもやっぱり不動産っていうとね、うん、あのぼったくられるっていうね、人によってはね、そんなイメージもある人もいるかもしれないんですけれども、ここまでですね、明確にね、料金体系まで提示していただけているので、はい、この辺は安心かなと思います。はい、ということでね、今回は残念ながら私にはご縁がありませんでしたけれども、もしね、皆さんの方でも物件を持っていて、まあ今より安くね、してみたいと、ただ忙しくてね、銀行とこうね、掛け合ってる暇がないという方はね、ぜひ、はい、こういうサービス使っていただけたらと思います。あ、あとね、そう書き忘れたんですけれども、今回ね、条件の中でやっぱりね、固定金利から変動金利になるっていうところもね、人によってはね、良くなるか悪くなるかというところも、はい、ありますので、ね、安くなったから乗り換えようじゃなくて、ちゃんとね、条件は確認しておいていただいた方がいいと思います。ね、私の場合は提案書のところ、まあ、ね、最終的な提案書まで行きませんでしたけれども、簡易的なあの AI によるコンピューターの結果では、固定金利から変動金利になっていたというところもね、しっかりあの見逃さずに、はい、考慮していただいた上で判断していただくのがいいのかなと思います。